グリル自動メニューの操作方法です。ご覧の12メニューをメニューボタンで選んでスタートするだけ。下準備、焼き上がりまでの時間の目安はご覧の通りです。サンマの姿焼きでご説明します。電源を入れ、本体操作部を開きます。メニューから自動を選びます。左右ボタンで姿焼き中を選び、スタートボタンで調理スタート、左右ボタンでお急ぎ、標準、しっかりの3つの焼き方が選べます。調理が終わったら自動的に切れます。グリルの調理が終わりました。美味しそうに焼き上がりました。